じゃあね。ね、早速ね、やっていきたいね。こうして。うん。こうしてね。よし。はい、そんなわけでね、そんなわけでね、ないわ、ちょっと待って。これが大事。ちょっと、コードがやばい。コードが。ちょっと待って、これやばいな。これ、コードの絡まり方がやばい。もうわちゃわちゃしてるもん。ちょっと、ひどい。ちょっと待って。よいしょ。よし、ひとまずこんな感じで、よいしょ。はい、というわけでね、再び、こんばんは。みんなに楽しさと癒しを提供して、心から元気になってもらいたい、おとなしくのみです。ぜひぜひお気軽に友達と話すような感覚でコメントしちゃってください。でも YouTube さんに怒られそうなコメントはダメだよ。みんなで一緒に楽しく癒されるような場所にしていきましょう。若干早口。そんなわけでね、何にも待機中、絶対領域待機展開中と思います。パパさん、レガー君、ありがとうございます。で、機械でヨークサさん、ありがとうございます。センキューポカミン。で、コンさん、センキューポカミン、食べとしてアップライトアゲイン。ね、こんな夜遅くにも関わらずに来ていただきありがとうございます。午前のバージョンだ。確かに午前だね、午前。うん。あと1時間15分くらいで、進行信じがそうだね。こんな夜中でね、大丈夫ですか皆さん、無理はしてないですか大丈夫ですかほんと。無理はしないでくださいね。来てくれてありがとうございます。いやー、ほんと。ほんとね。お絵かきが思った以上に時間かかっちゃいましたね。うん。まあ、そんなのも、ありじゃないでしょうか。ね。まあ、明日もまだ配信はあるけど、日付変わったから今日だけど。私、明後日お休みだからね。うん。今週からお休みが増えてるんで、ちょっとした、無理は無理じゃないですよね。はい。雑談でございます。というわけで、やっていきましょう。よし。じゃあやっていくよ。ちょっとね赤ちゃんがね、いるんですけど、いるだけです。何なんだって感じだよね。ちょっとね、忙しくてね、こんな放置になっちゃいましたね。はい、そんなわけでね、 E2 のラスダンでございます。うん、お絵かき思ってた時間だった。思ってなかったのは私だけか。ウケる。じゃあね、E2 の2ゲージ目の編成見せてないので、編成見せたいと思います。まあ、ほとんど変わってませんね。うん。編成はむしろちょっと入れ替えたくらいで変わってません。で、装備は、まあ、こんな感じ。多分装備もそんなに変わってない。うん。ちょっと剥がれてますけど、まあ大丈夫でしょう。で、こんな感じでね。6号の攻略が終わったので、月変わって。なのでね、ちょっと乗せてるのが良くなってますね。で、第2艦隊はこんな感じ。ちょっと運が低いので、あんまカットイン出ないですけど、魚雷カットイン装備。で、まあ、あとはこんな感じですね。うん、集中配備、これは星マックスくらいで。で、安定の対空カットイン。で、そうね、こんな感じで、うん。で、バルジの、新型の方のバルジ、中型を乗せ。まあ、サブ、北神様はこんな感じでね。そうですね。これは後期型の方ですね。うん。
カットインでございます。あとは何何、よし、そんな感じでやっていきます。お絵かき想定内か。いやうん、なんか毎回効率よくなってか、だんだん早くなってるかなーなんて思って、今日はもうちょっと早くできるかなって思ってたんだけど、まあ色塗りかな。補強増設ミハリン、ただ補強増設その載せる子がね、作戦計画概要をご説明します。補強、あの補強増設はあのカットイン要因には開けてないのね。ですね、ですね、で、うん、ですね、まだ陸港のままでしたね。ちょっとそうね、銀河を乗せます。銀河帯に変えます。ここはね、でまあ多分ラスナンも編成ね、そんなに変わんないっぽくて、割とね、あなんか割といけそうかなっていうのはボスにいらないと思います、多分。多分ね。あの、ここが結構鬼門な感じなんで。いやー、ストレートでいけるといいね。一回で終わるといいね。もうだいぶ遅いからね。うん。行っていきましょう。ここはね、B から E に行き、上ルート。まあ、途中までは1ゲージ目と一緒だね、こう来るまで。うん。安定の、安定の、空襲マスを通ったね。銀河の力で、ラスダン一発で終了。あ、銀河が刺さればってこと？私ね、ある、その前のマスはやっぱ鬼門だと思うから、そこに出していきたいね。割と護衛隊員を出してもいけると思うから乗せてます、まだ。うん。完全にこの編成できますね、ボスは。全く同じ。だったと思うよ。はい、というわけで、艦隊コレクション。艦隊コレクション、知らやってない方のために、いつもの、艦コレとは、どういうゲームか、簡単にご紹介。まあ、艦コレはね、さっきみたいに、編成を決めて、まあ、先ほどのはね、すでに用意されたものはこちらです、みたいな感じで、こうね、編成パーンってしたけど、あれを本当は、ね、一席一席、一人一人女の子を選び、装備を一つ一つ選び、そして、ね、海域を、さっきね、ちょっとイベントのとこパーンって飛んだけど、ね、海域を選び、出撃して、敵を倒す、そんなゲームです。うん、深夜なのにテンション高め、ほんと？まあ私あんま時間関係ないからね、自分の体調の方が関係ある。うん。むしろ深夜になると元気になるかもしれない。いつも夜配信だから。うん。高いよ。まあ特にゲーム配信はね、まったりというよりはもう、ね、こう言ってるからね。遅いけど、多い入れるよ。もう一入れれるの？どこに？誰かの代わりに入れれるってこと？ここ。まあ入れれるんなら、そうね。むつきちゃんを外してもいいかな。って思う。うん。完全に魚雷積んでるだけだからね。で、別に特攻艦でもないしね。駆逐艦の代わり入れれるんだ。じゃあこれでいけなかったら入れようかな。まあ、あとさっきね、ずーっと追いかけ配信で、ね、ちょこちょこ話しながらやってたから、なんか、なんだろうね。喉が温まってる感もあるよ。喋りやすいみたいな。まあね、いけましたね。まあ、ここを越えて。ね。うん。さらに、ここを越えて。
そういえば金曜日ですね。もう日付が回りまして。金曜日です。今週最後の人も多いんじゃないでしょうか、お仕事。だからかな。だから、今日は休みだー、わーいっていう感じで、まあ今日くらい夜更かししてもいいでしょう、みたいな人も、いるのかな、もしかして。うん。ね、来てくれてありがとうね、ほんと。うん、いいね。みんなミス。ね、四方対空戦闘、よーい。テレザキちゃん、かわいいです。リシリュだ。そう。メッシーモノミハン。モツキをもっともっと褒めるがよいぞ。褒めて伸びるタイプに。なんか、いっそお絵描きもこのまま全く同じ構図、全く同じ表情で私が描いたらどんなになるかってやるのも楽しそうだね。ちゃんと私風になるのかな、みたいな。模写じゃなくてさ、ちゃんと私の絵になるかなっていうのを試してみるのも楽しそうね。そうそう、ヤマトちゃんもドロップするんですよ。みたいなんですよ、E2。いや、ドロップするなら回りたい気もするけど、まあ他にもね、ちょっと潜水艦のルイージちゃんもいないんだよって、うちの艦隊はちょっと、そのあたりもちょっと放っていきたいんだけどね。まあでも堀は、前回行き終わった後の話だからね。まずは、それがクリアできるからね。うん。まあいい感じに沈めれてるかな。でも全艦怖いんだよね。うん。このフラタは本当きつい。いやー、でも今回はいい感じに当ててくれてるね。おー、いいじゃん、いいじゃん。いいね。順調、順調。で、あとはもう刺さるかどうか祈りましょう。お祈りを捧げましょう。そう。うん。メッセイモナミハン。メッセイモナミハン。これが従来相関の実力ってやつや。なんて言ってるんだ。ね。実力、実力。よいしょ。ちょっとお願いします。ちょっと星座。星座で祈ろう。星座待機。いや、お願いします。お願いします。ちょっと、お願いします。前回とはね、同じでリシェルさんがね、上にいますね。E4 サースまでは癒し。じゃあ、前段作戦全部癒せるね。そんなバカな。私の艦隊そんなに強くないからね。うん。基地航空隊もそんな揃ってないしね。左頑張れ。お、いいね。刺さったね、今。まあ、同行戦だから、ちょっと。ね、いけるといいんだけど。お、よし。いい感じ。お願いします。あ、いいね。うん。上、あと3つ。よし、かわした。まあでも、ショーハまで追い込んでほしい。もうね、ああ、そっちばっか行く。あ、でも、ショーハ、とりあえずショーハ、OK。うん。攻撃終わった後のチューハなら、大丈夫、問題ない。狙うね、そっちばっかり。あ、チューハまで行った。ちょっと狙いすぎ。何の恨みがあるんだ。違うんだよ。数を減らしてほしいんだよ。ちょっと数を減らしてほしいな。あ、かわしたの偉い。急降下やめて、ちょっと。いやー。
数が減らない、数が減らない。よし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 、ちょっと先行譲っちゃうんですけど、先行譲っちゃう感じですけど、まあ運が悪くない限りは、限りは、あ、いいね、カットイン、カットイン、いいね。うん、うん、そうか。あ、うん、あー、嫌な予感がしてきた。あ、あ、やった、スパシーパありがとうございます。いやメルナイちゃん、あらしょ、今日ほんと元気そう、ほんと、うん、はい、元気です、元気ですよいい響きだな、よし、やった、え、パチパチありがとうございます。いやこれでね、これで E3 に進めますね。まあギミックがいっぱいあるそうで、ちょっとそこはね、まあギミック配信でやるとは思うんだけどね、ありがとうございます、おめでとう、やったね、うんね、パチもありがとう。天山931くん、まあこれは強いのかわかんない、知らないで、補強増設2個、はい、攻撃型監視魚雷8問、うん、そんなわけで無事にこうクリアですね。次の作戦海域の攻略が可能です。はい。おめでとう、ありがとう、ニカンくん。大好きだよ。はい、無事に、無事に行けましたね。補給感激。ちょっと性能見てみましょうか。性能終わるの早いいやーね、ちょっと皆さんの寝不足も、あ、これ持ってるの対戦なんだね、うん、まあまあまあないよりは、うん、で、あの魚雷はどちらさんにつけれるもの？なんとか監視魚雷。潜水艦用かな？潜水艦かな？うん。ちょっと潜水艦がそこら辺に、そこら辺に、いると思うんだけど。あー、潜水艦用だね。あー、雷装19。あ、すごい。これはいいものですね。これはいいものですね。今までよりはるかに高い。うん、でもこれの命中なんとかほんとすごいね。いいですね。うん。まあ、こんなところかな。ね、終わるの早いね。あ、20分くらいですかちょっと。ギミック解除。ちょっとだけやる？ヒーさんの。うん。決済地区いいよ、ヒス。ほんと？そうなの？じゃあよかった。そうなんだ、ヒスなんだ。へぇー。うん。インサンコ簡単に倒せる？ほんと？
こんばんは、フランシスコナミネさん、こんばんは。ありがとう。グラティアス、ボンベニーナ。うん。救済、蓄反、ダメージ、バーファー、テイフ。あ、そうなんだ、へぇ。それはでかい。それはでかい。うん、ほんとすんなり終わった。終わってくれたからよかった沼らなくてよかったよ、ほんと。うん、ただイーサンがね、なんかね、うん、とりあえず見ますとかやっていきたいね。うん、ギミックが面倒いらしくて、まあまあちょっとだけやっていこうかちょっとだけね、そんなにがっつりはやらないけど、まあね、すんなり終わってね。まだ配信30分も経てないし30分も経ってないのはさすがにあれかなーっていうね。うん、そんな感じでね。とうん、編成はまあ真似します。攻略サイトの戦艦不走、出撃いたします。うん、香川さんはサブにしようかな。ここは譲れません。うん、どうかな。そう、味見をね、味見をねしていこうかね。で、そうね、ヒリュウちゃん結構使ってたかな。うん、ソウリュウちゃんで行きましょうか。第二航空戦隊機関ソウリュウ、抜擢します。で、青葉ちゃんを使ってるので、青葉ちゃんね。青葉取材、あ、いえ、出撃しまーす。で、いすずちゃんね。いすず、出撃します。続いて。カンコレ界の初音ミクと呼ばれているとか呼ばれていないとか。駆逐艦。誰でもいいのかな。まあ真似するまあ真似しようかな。あー、意味は分かんないんだけど。なんか特攻があるのかな。そうそう、ヒューが書いてもいいらしいよね。でもレベル10で回収も何もしてないからね。1だからね。嘘お姉様、そもそも使うの使う未来が見えないんだけど。特攻艦なら使うのかな。うん、まあ大丈夫だよね、使っても。いきなり今回だけめちゃめちゃ特攻があったりとかなるかな。私に今の山城の近代化改修もお願いします。なったらなったらやばいよね。うん、まあいい、まあ大丈夫だと思うよ。大丈夫だと思うよ、多分。うん、近代化改装ですね。私には必要かも。
まあ、今パパパーって回収してもいいかもしれないんだけどね。知れないんだけど。羨ましい。妹の山城。その札がね、怖いよね。まあ、ギミック解除するだけだからね。札気になるな、解剖会入れるのもね、ありみたいだね。まあでも、ほんと安全策取るなら、そんな感じがいいよね。この強化は、いい装備ね。どうしようか。さすがに気分が高揚しま、やりました。そうね。この強化は、いい判断ね。いい装備ね。解剖艦でもいい気がするね。確かに解剖艦は攻略に使えないからね。まあ使えないって言っても使えるところもあるんだけど。よーし、いい装備。どうかな、飛竜。対空モリモリ。嬉しいな。どう？私に似合う？うん、似合うよ。嬉しいな。ハロー、グッモーニング、かわいいロニー、ロニー Thank you。 マーティーさんかな。 Thank you for coming。 I hope you enjoy。よし、いい装備。どうかな、飛竜。まあそうね。よし、じゃあ急遽回収して、あれかな、ヒューが帰れ、いっちゃそれやっちゃ、やってみる。機関に置けばとりあえず大丈夫で、やってみる。恐縮です。解剖艦ボスに特攻ある、 E3 で。じゃあ使っておきたいね。解剖艦全部？よいしょ。よーし、もっと働けます。うん。ひすずちゃんを久しぶりに使う気がする。近代化回収、助かるわ。うん。十分だわ。ひすずには丸見えよ。そう。スズミは丸見えよっていうのがね、かわいい。近代化回収、助かるわ。じゃあ、そうね、やります。ヒューが書いて師匠でいけます。サブ師匠、あの回収なんだっけ、回収用の師匠ですが、誰でもいいか。ヘタノフちゃんでいきましょう。解放感ネトロフ、抜病します。でも駆逐艦対空カットイン要因っぽいんだよね。解剖艦全部あるな。装甲ギミックなしで撃破できるのすごいね。よいしょ、これでいこうか。メインで。まさかの航空戦艦の時代か。やっと時代が私に追いついたのか。こんな感じね。
かこのね、ほんと装備で時間かかるよね。まあ、そうなるな。今30分くらいかかってるし。まさかの航空戦艦の時代か。そうなんですよ、レベル低いんですよ、特に何もしてないからね。回収の時に使ってるだけだから。でもね、情報によるとレベル10で全然使えるらしいし、じゃあいいんじゃないかなみたいな。ちょっとパパーって回収適当にしてね。師匠サブだよ。サブだよ。さすがにあれね、今メインを使うのは怖いね。やっと時代が私に追いついたのか。ゴスロは結構ゴスローで補強増設ありはちょっとね、取っとかないとね。まさかの航空戦艦の時代か。まあ装甲とかをとりあえずそれなんかできるだけなんかそんな感じでね。まさかの航空戦艦の時代か。これだけやっておいて、これで行ってみようか。会話が装備、まあまあいいか。この季節はよく雨が降るな。CAB と行くそうですね。あまり好ましくないが。作戦計画概要をご説明します。基地航空隊。とりあえず待機で行こう。防空いけるのかな。いけるのかな、これちょっと待って、わかんないとりあえず待機にしとく。わかんないかな。前段作戦でこうです。作戦要項です。ここが師匠の使いどころ。そうなの。めっちゃキラキラしてる。四光線出撃するぞ。おー、なんかある。CAB、 あ、ここね。まあそうなるな。空襲対戦、空襲で空襲がビッキミックマス。よいしょ。航空戦艦の真の力、思い知れ。基地航空出して。ここは譲れません。どこに。赤城さん、あなたを残して。まずビーマスで航空優勢を取る。そうか、やはりこれからは航空。2度目のこんばんはね。さん、こんばんは。ありがとう。楽しんでいってね。大丈夫、寝なくて。強い。かわしたかわした。私が一番ですか。そうですか。
レベル11必殺よし。あ？ここはギミックなんだね。まあ、これは別に。でもこれくるんだらもう出しておけばよかったかな。なんか今同時に達成できそうな気がするんだけど、同時に達成ねえ、わかんなくなるもんね。まあいいんだけど。大した違いないもんね、別に。で、この B ね。航空優勢でしょ？はい、航空優勢。はい、OK。そう、道中潜水艦しかないんだね。ね、そうか。やはりこれからは。はい、ピコーン。まあそうなりますね。で、基地防空潜水艦単艦丸湯。ちょっとで間違えた。丸湯。丸湯もご一緒します。で、基地防空のね、作戦計画概要をご説明します。私は全部あるのかな？ちょっと待って。とりあえず、なんだっけ？何があるんだっけ？地勢、湧き水と、なんだっけ？無意とかを一緒にするんだよね。とりあえずあの迎撃とかなんか高いやつを入れて全力でなんかあれでしょ。でも一番下左右とかになってるんだよね。左右第2と第1で違うのね。でもこれもう遅いよ。これもう帰れないよ。第1と第2で違うの。はい、みっちゅ。これはできないもんね。陸戦とかでもいいのかな。対空対爆迎撃。とりあえず烈風回とか入れとけばいいか。まあそのあれでしょ、適当できるでしょうね。そんな難しいゲームじゃないはず。私でもできるはず。冒険もったいない。冒険いっぱいあるから、とりあえずいいかな。あんまわかんない。二部隊目に入れた方が、もったいない理由がわかんなくて。こっちかな。ちょっと今、舞台出てるんだよ。6の5に。6の5に出てる。足りるかな？これね。で、左右なんでしょ？よくわかんないけど。足りなかったら、なんか、6の5からひっぺん返して、くればいいんじゃない？全乱作戦、
第三作戦海域。作戦要項です。制空地522必要。共同作戦が可能です。うん。装備が足りなくても弱編成だったら、あれな、いけるんだ。で、装備次第。で、一部隊の防空も可能だってすごいね。ガバプレイ。ガバプレイってか、まだ、なんで装備が全然違うもん。どうしようもないよ、こんなの。何もわかんないよ、こんなと。何も持ってませんが、みたいな感じ。そんな感じでね。活躍できるんですよ。あ、いいですね。レベリング、レベリングスポット。でもガチでレベリングストップスポットなのでは。それこれ潜水艦レベリングできるんだな。まあいけるのかな。まあ敗北仕様が特にいいだよね。うん。こうの報酬が多いくらいだよね。私今までやってきてないから、だから普通に難易度高いんだよね。こうできない可能性は普通に高いと思う。出てこなかったよ。基地空襲、空襲が出てこない。丸ゆだって活躍できるんですよ。丸ゆの遠足、丸ゆちゃんの遠足になってますね。祈祷したようです。これでまた潜れるね。隊長、雨の日が続きますね。作戦計画概要、前段作戦、はい、第三作戦海域。さ、丸ゆも、こんな感じでね。こんな感じでね。I don't understand Japanese, but interesting game on you. Have a good voice. Thank you. I'm so happy to hear that. This game is Kantai Collection. で、日本語はね、聞き取るの大変だよね。もんがもんが敵サボってるね。レベリングはかどる。ガバガバ、もんぐもんぐ。まあガバプレイでもいけますよ、きっと。だっていろんな縛りをしてクリアできるくらいのゲームだから。っていう、この、なんていうの、慢心みたいな。はい。そうですね。あ、来た来た。来た来たよ。Oh, you are amazing. Oh, thank you. ちょっと今見てなかった。No, Marisa, thank you for the super chat. I love you. 航空優先。マレーが最強。最強。
航空優先。ちょっと待って、キチボー君でなんだっけちょっと確認できてない。マルヨだって活躍できるんですよ。誰ですか、今モグラって言った人。キチボークで2回優先。艦隊2回優先だ。じゃあもう一回行こう。すごい、めっちゃキラ付けされてる。めっちゃキラ付けされてる。作戦計画概要を前段作戦。あ、ちょっと待って、大学作戦会議。作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。前段作戦、第三作戦会議。いける。作戦要項です。基地航マルユが最強。よし、航空優先なのもいいね。うん、よいしょ。はい、もんがもんが。マルユが最強。マルユだって活躍できるんですよ。誰ですか？めっちゃ活躍してる。スーパーちゃんのそれステッカーね、ステッカー、スーパーステッカー。うん、かわいい。ではマイゼン、ここ寄せ、よし、ムキッツ。そして、そして、まあ、なんなくね。これ別に進撃してもいいよね。特にもう意味ないけど、撤退する意味もなんかない気がする。ピコーン、ピコーン、ピコーン、なるといいな。よいしょね、でここで経験値をもらってね。マルユだって活躍できるんですよ。うん、マルユちゃんのレベリングが何も進んでないからどんどん溜まっていくんですよね。よし、ピコーン、来た。これでまた潜れるね。潜ったじゃないもん、マルユだもん。かわいい。四光線出撃するぞ。そんなわけで、うん。続いてはエルマス、エヌマスだそうです。うん、支援必須ではないですが、出した方が無難。うーん、支援ね。ね、ピコーン、ね、ピコーン、なったね。どうしよう、支援出すかな。うん、そうね、この強化はいい判断ね。道中支援でしょ。いい装備、ね、つまりさすがに気分が高揚します。気分が高揚します。いい装備ね。多分支援いらない。いける？
よし、人生熟練積んじゃおう。どうかな、飛龍。村田殿、村田殿、どの歯が出てる村田殿。これでいけるんだ。いけるとは言っていないみたいな。ちょっと待って。ちょっと待って、第一艦隊ね、第一艦隊だけね。このダメージは感知に少し時間がかかるわ。ごめんなさい。うん、ごめんなさい。ちょっと化粧直します。まあ、そんな感じでね。作戦成功しました。ちょっとここの達成をしたりピコンピコンってね、ちょっとねピザの注文が完了してるようなそんな感じの音ですけど。作戦計画概要をご説明します。基地航空は？基地航空は？うん。上にあれかな、陸戦1最大戦闘高度半径6ヘルマス、これは陸戦1の陸港1っていう感じかな。うん、待って、でも7マスいるんでしょ。じゃあ6マスか。NLLMN ちょっと待って、ちょっと待って、あの L マスと N マスって L の方が遠いんだ。はぁ、L の方が遠いのか。まあまあまあ、まあそんな感じで基地航空、うん、陸戦1の6なんてあったかな。あー、これこれこれってそんなにいいの？対空6、半径6の、うん、そういうのはこっちの方がいい気がするんだけど、あんま関係ないのかな。現役ていうかくらいしかないんだよね、うちにあるの。ほんと、うん、まああとこのあたりだけど、これはもう行動半径4だから、あの6ないとダメで、行動半径がね、うん、っていうのまあなんかいろいろあるんですなんかいろいろあるんです。よいしょ。んーなわけで、銀が、あとは陸港ね。全部陸港にする？どうなんだろう？どっちの方がいいんだろう？ご両親でもいいのかな？でもエース勝利取りたいのと、うん、劣勢にするとあれでしょ、なんか稼げるんでしょちょっと待って、こういう時のために鍛えておいたこの子たちが生きるはずほんと、基地航空の隊のためだけに、あの、21熟練、だっけ、用意したからね。
こんな感じでいきましょう。そんなわけでいきます。続いてはね、エヌマスエヌマスのギミック解除ということで、ですね、まあ2回行くことになるんだよね。エヌマスもエヌマスも全然違う場所だから、だからじゃあまずエル行こう。ね、どっちも集中でいいのかな。だよね。基地に舞台。で、こっちに行きましょう。まあ、ってことですね。そうなるな。まあ、そうなるな。今回は僕がいないからね、ちょっと襲撃を受けちゃいますが、ドカーン、痛い痛い、めっちゃ損害出てる。戦艦の真の力。よいしょ。もう一度。イスズには丸見えよ。ノーガード戦法ですね。もう全世界の殺意が高い。なんかみんなフランクし。フラ何かわかんないんだけど、フラか、この辺りか。私がやってる、普段やってるカンコレと違いが出てきてるような気がする。私が普段やっているとね、そうなるな。エリレとか出てこないからね。あー、リンケ。航空戦艦の真の力、思い知れ。思い知れ。レベル、何でしたっけ今。ここら辺の子なんかと一緒にしないで。おー、セーフ。ヘルね、ヘルの。そうか、やはりこれからは航空火力艦の時代だな。これ警戒陣でもいいのかな。適当に並びを変えてね。航空戦艦の真の力、思い知れ。エトロフちゃん一番下でいいのかね、これ。ここは譲らず。機関にして守るべきだったのではと思ったりも。E43 のボス前でクルミンびっくりするぞ。マジかー、嫌な予感。喉大丈夫？ちょっと疲れてきた。まあ眠れちゃうね。行きたいね。撃ってくれってこと？そうね、盾のように見えるやつね。レベル12。
やはりこれからは航空火力艦の時代だな。圧倒的低レベル。はい、うん、まあそうなるな、そうなるな、せやな。で、ここで航空戦艦の真の力、フェス勝利、思い知れ。うん、連合だもんね。うん。どうした？おお。ここは譲れません。セリフはね、可愛いけど、なんと大切にね、ありがとう。うん、疲れてきたって言ってるそばから声を出していく。そうね、出していくよ。やっぱ声出さないとね、落ち着かないんだよね、配信してると。対空ミハルの弦としてよろしくね。まあ今日はね、長いですね。たかが上部兵装を少し失っただけよ、まだ機関部は大丈夫。まあ後部甲板は盾ではないのだが、盾ではないのだが、敵はまだこちらに気づいてないよ。まだ始め。大丈夫かな。まあでもやっぱ、うん、並び的にそうね。バカね、撃ってくれってこと。うん、これでいいんだろうな。これでいいんだろう。ふんふん。はい、そうか、やはりこれからは航空火力艦、これでひとまず。もがみのやつも頑張っているか。これでひとまず。まあそうなるな。補給か。まあそうなるか。まあそうなるな。そうなるか。少し休めばなんとかなります。なんとかなります。あー、点滅してないね。点滅してないなら左強いね。点滅してないならそのまま行こっか。ちょっと基地航空隊に不安はちょっとだけありますが、ありますがね。はい、二回くらいは、その連続で出ても、まあまあまあいいでしょう。前段作戦。第三作戦海域。作戦よ。四光線。出撃するぞ。そんな感じで次はエヌマス。こう、必要なくらいのギミックを、ね、溶かせますね。そういうコンセプトなんですね。まあそうなるな。最後のギミック解除してもらう。で、最後のギミックはあれでしょ、第1弾のとりあえずってことでしょ。でもギミック1弾目の、ギミック2段目。2段目はまた、あれってことだよね。ギミックって1段と2段があるんだよね。航空戦艦の真の力、思い知れ。うん。ビーマスと、LN と、で、その後2段目の S と R とっていうのがあるっぽいね。
うん。なんかまた B とかあるね。何何。私が一番ですか？そうですか。ありが。また B マス。これは何でしょうか。ね、第一だよね。明日も学校なのでやってます。あ、遅くまで。明日は学校なのに遅くまで。大丈夫？ありがとう。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。いい夢を。今見てなかったんだけど、普通のマス？消えます。普通のマスかな？空襲だね。こう、自分の配信が、楽があるから、それで確認ができるっていうね。よくやってます。あの配信の集中してて大半状況とか見てなくて、あ、大丈夫かな進撃してもって、で私の配信見ながら、あ、大丈夫大丈夫みたいなことをよくやってる。ヒットこれヒットヒット、もう無理じゃん、行くけど。これは無理じゃん。ふぅ、あー上行くんだね。上行くんだ。警戒してこ。航空戦艦の真の力、うん、思い知れ。そうなんだ。警戒陣でよかったね、普通に。じゃあこれは警戒するしかないでしょ。まあ、後部艦班は盾ではない。編成がやばい。索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。うん、イスズには丸見え。はい、終わり。まあそんなもんだよね。うん、ボロ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 ですね。まだまだです。いや、これいけるか。ここ超えれるか。超えれる気がしないな。うん、思った以上にきついね。全艦補給か。うーん、そうなるか。いやー、これはこのダメージは感知に少し時間がかかるわ。ごめんなさいね。これはちょっと判断があれですね。ちょっと入院しますね。大丈夫、少し休めばなんとかなります。ちょっと入りしすぎたようです。ほんの少しだけ。そうね。で、2回連続で行ってはまあ、でも基地号2人仕事別にしてないからいいのか。それはいいんだけど、まあ、そうなるな。そうね、支援出すか。道中支援だけでも出せばいいと思う。うん。ちょっとわからん、わからん。支援、支援の人。うん。サウィー、ゴー！主力艦隊、厚みをする。で、
誰してたかな、それコロちゃんね。めっちゃ早口で。空母。誰か飛竜海に。ああそうね。よし、第二航空戦隊機関飛竜。駆逐艦は確か白縫いちゃん、かげろうちゃんとかだったっけ。こんな感じね。配備につきます。いらっしゃいませ。甘味処へようこそ。ガチなヤマトチン。まあヤマトちゃんはね、ちょっと装備支援型じゃないからね。お疲れ様です。給料艦イラコです。おいしどうぞ。お召し上がりください。でまあそうね、どうしようかな、両方使っちゃおうか、いっぱいあるもんね、はい、イラコもいっぱいあるもんねで使っちゃうっていう。イラコともどもどうぞよろしくお願いします。ちょっと入院しますねってすごいセリフやで。確かにね、入居入院なんだ。うん、これでいいでしょう。これでいいでしょう。作戦計画概要をちょっと遠征をね、道中支援を出してね、こうやってダスピダーニャ、こんな感じでね。作戦計画概要をご説明します。補給されてなかったの、あっち側空襲受けてってことか。そういうことね。前段作戦第三作戦海域四光線出撃するぞ。いやーでもね、支援出してもまあまあそう、ここだけだもんね。あ、もう一箇所あったっけ、この辺だっけ。うんね、まあそうなるな。よいしょ、海峡を抜ける。しかし本土に近いね、相変わらず。ねえ、もうキラキラいっぱいつけたからいけるでしょう。満身。喫茶店に行くかもしれん。会場喫茶店。私が一番ですか？そうですか。支援が来ないってやつかな。ねえ。あ、でも無事ちゃんと来てほしいね。ほんと。ポカーン。わあ。ね、ここ来なくて、だからそうね、本当はウェブマス用なんだよね。そうなんだよね、支援は。それはそれもったいない気もするな。でも超えれればね、それ超えれるならいいんだけど。よし、まあそうね、試行回数で物言わせてもいいんだけど、やはりこれからはいいんだけど、航空火力もう3時ですよっていう。3時です。
出したから単純人って火力で。ふーん、エネミーフィッシュイコール刺身弁当。何なの、刺身弁当なの、お刺身弁当。よし来た、よし、いいぞ、畳み込め。うん、いいね、いいね、これは仕事したね。関西機を放って突撃。危ない、これだ、対空見張りも元としてよろしくね。あとはなんかいい感じに、いい感じに頼む、お願いします。いい感じにお願いします。あとはあとはなんかそんな感じの流れを作ってください。よし超えた。ギミック解除なのにヒヤヒヤだよね、あんた。そうか、やはりこれからは航空火力化の時代だな。最上のやつも頑張っているか、頑張っているか。はい、お願いします。航空戦艦の真の力、思い知れ。いやー、今日もね、まあこれも祈ろうね、ちょっと。まあでも吉五くんいるからね、まだいいよね。うん、うん、あ、いいね。うん、これ1回目で出た時は補充されるらしいね、未帰還機多数って出た時補充された上でもう一回攻撃するから、二回目で出なかったら実はそんなに減ってないって。ああ、そうか、道中か。そうか、そこも道中か。そうだね、今思ったら。圧勝。始まる前に終わっていた。そっかそっか、そっか、そうなるのか。うん。行き止まりますだけど道中だ。第1機動艦隊、第2航空戦隊、栄光。お風呂入ってくる、お風呂入ってくる、今から。私も配信終わった後軽く体流すかな。うん、でもそんな汗かいてないんだよ、まあ、そうなるな。はい、というわけで、まあ、というわけでね、1段階目のギミックが完了、ギミック解除が完了したということで、まあ、次回はね、ギミック2段階目の解除からやっていきたいなと思います。うん、あー、なかなかね、多分 E3 はこれが本番なんだ、本番というかね、ここがメインなんだろうね。うん、解除までの流れが、なんか同じマスまた行ったりしなくちゃいけないんだね。うん、はい。そんな感じですね。はい、というわけで、というわけでいつものテーマです。いつものテーマでございます。うん、よいしょ。はい、ギミック解除おめでとう、ありがとうございます。ね、エンディングのお時間ね。おつみーありがとう。そう、いつもの曲ですね、これが、これが。ね、グッナイサンクスフォーストリーマーの君ならできるよ、ありがとう。うん、
Thank you. Yeah, 嬉しい。I'm happy to hear that. I'll do my best.頑張るね。Thank you for streaming. Good night. Good night. Thank you. こちらこそ。ありがとう。こちらこそね、見てくれてありがとうございます。Thank you for coming today. 変顔者に人権のない。スパシマシタプリシシボニャ。グラティオスプベニーライ。アナナンマジャソコムを。オメガールポテリンピンドモーチ。はい。いや、3時間後に起きなきゃ。いやいや、無理。ほんと無理しないでね。私の足見てくれるのすごく嬉しいけど。サークサゲン大好き。ありがとう。私も大好き。ほんと無理しないでください。ほんとに。体壊したらダメなので。ね。ちゃんと気をつけてね。見れるときに無理のない範囲で見てくれるとそれだけで嬉しいので。ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。私はもうすぐ寝よう。着替えてすぐ寝よう。今日は、ちょっと日記も明日起きてから書こう。はい。そんなわけでね。ゆっくりとおやすみなさい。いい夢を。Good night, sweet dreams. わあ、ハオモン。スパカニーノチェ、スラートキプスノーフ。ボイナスノーテス、ドルセセニオス。アニオイシチェムセヨ、ジョンクマッコヨ。ワンナイチドセサイホース。またねー。See you. サイチェン。ダフストリエッチ。ナーツペモス。トッパーヨ。ハテモイス。ほんとゆっくり休んでください。お疲れ様でした。長時間お絵かきからも見てる方は4時間ですよ。4時間お疲れ様です。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ラビュー。まあ最後までって関係ないんだけど、そのほんと今日も見てくれたあなたが大好きです。ラビュー、ぜひファンにな。やりぶちびょう、ともやかんたす、ともちょうへよ、へんはんもち。